はい、皆さんこんにちは。MWebCon1 です。ですね、前の動画は、カルビーさんの海苔塩パンチをね、紹介したんですけども、この商品もですね、ちょっと、要望がコメント欄の方にやってくださいって来たので、これ、美味しいんですが、まだね、カルビンの食ったことあんまりじゃないけども、ちょっと前に食ったんで、最近どうなのかな、ちょっと不安なんですけど。はい、外観です。こんな感じですね。うまさが効いている、飽きない美味しさ、コンソメパンチ。お肉の旨味と、野菜の甘みを丁寧に引き出したスープを作り、その美味しさをギュッと詰め込んだコンソメパンチ、パリッと軽い食感をねっていう風に書いてあります。相性抜群で、飽きのない美味しさですって書いてあります。ではね、外観です。はい、こんな感じになっています。ではね、実際に食べましょう。挟むで、はい、こんな感じになっています。はい、ではね、いただきます。うん、うまいですね。さっきのやつちょっとピーピーするんですよ。もう麦茶残ってるかな。残ってますね。美味しいですね。コンソメのちょっと甘くしたような味ですね。うん、まあまあまあ、うん、これもね、要望来ててやってくださいって送れちゃってごめんなさいね。要望してくれた方すいませんね。ごめん。うん、うん、うまいうまいうまい。今日はね、コンソメパンチ、カルビーさんのね、コンソメパンチを、ご紹介しました。コンソメ味と甘い野菜の風味が出てて、うん、美味しいですね。はい。大丈夫ですかね、この動画で。ただ食ってるだけなんですけど、大丈夫ですかね。大丈夫かな。今腹減ってましてね、ちょっとお昼食ったんですけどね、ちゃんとラーメンとなんか味ご飯みたいな食ったんですけどね。はい、あんまりね、長いとね、上流ね、あと29分か。はい、今日はね、カルビーさんから出しているポテトチップスコンソメパンチをね、ご紹介しました。なのでね、これはね、後でちゃんといただきますよ、ちゃんと。一人で。いや、一人でって、寂しいなって、言う方いるかもしれないですけど、僕がね、お小遣いで買ってきたやつなんで、全て。はい、いつも言ってんですけども、上のチャンネル登録ボタンから、リンク貼っておきますので、上にね、
登録もしよかったら、よろしくお願いします。あとね、MWebCOM1 の、最新な動画も見合います。もしよかったら時間があったらね、チェックしてみてください。あとね、なんかこれ紹介し、まあ高額商品はちょっと難しいんですけど、まあ。1000円以内だったら別にいいと思うんで、はい、よろしくお願いします。ではね、簡単なんですけども、この辺で失礼します。